1999年世界フィギュアスケート選手権は、1999年3月21日から3月28日まで、フィンランドのヘルシンキで開催された、フィギュアスケートの世界選手権。男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ、予選の各組上位15人が、ショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人が、 フリースケーティングへ進む。ペアでは、ショートプログラム後、上位20位が、フリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、コンパルソリーダンス後の上位30位が、オリジナルダンスへ進み、オリジナルダンス後の上位24組が、フリーダンスへ進む。ただし、開催国の選手はこれに当てはまらない。男子シングルでは、ロシアのアレクセイ・ヤグリンが2連覇を達成し、 2位にも、同じロシアのエフゲニー・プルシェンコが入った。女子シングルでも、ロシアのマリア・ブッテルスカヤが初優勝を果たした。ペアでは、エレーナ・ベレズナヤアントン・シハルリドゼ組が2連覇を達成。2位に、中国のシン・ユキチョウ・ヒロシ博組が入った。中国勢が、ペア種目でメダルを獲得したのは、史上初。アイスダンスでは、 アンジェリカ・クリロワオレグ・オフシアン・ニコフグミが2連覇を果たし、男女シングル、ペア、アイスダンスすべての種目で、ロシアが優勝する結果となった。ありがとうございます。